足立と言います。足立康って言います。1965年生まれ、今53歳です。ゲームを作って、33年目、ファミリーコンピューターの時代から開発をしているので、本当にすごく長い間ゲームの開発をすごく楽しんで真剣にやってます。で、昔作った作品ですごく自分でも気に入ってるのはサムライスピリッツのシリーズを原作をして、ディレクションをして、プロデュースをして、すごくたくさんの人に遊んでもらったっていうのが僕にとってはすごい大事なゲームクリエイターとしてのその思い出で実績。勝負。すごく好きなのが日本のことが、すごく日本の文化がすごく好きで、僕は英語がすごく不得意なので、日本語の上手い日本人になろうと思って、日本人の中でも特に日本が好きな日本人でとしてゲームクリエイターを今も続けています。なので侍、忍者、日本っていうキーワードで今もいろんなそのゲームを作っています。なんかみんな日本人が、日本人はダメなんだ、日本人はだからダメなんだってすごく言う日本人が多くて、まあ彼らの意見はそれで構わないんだけど、僕は日本人も好きだけど、やっぱり日本の文化とか季節とか空の色とかがすごく好きなので、だからすごいさっきみたいなの話はポリシーでやってる感じですね。サムライスピリッツのコンセプトは、正直にお話すると、お風呂の中で、すごく僕はお風呂に浸かりながら、その当時の僕はお風呂の中でものを考える、すごくこう集中して考えられるので、お風呂に浸かってね、でこうやって天井を見ながら、上から時々こう水の雫が落ちてくるので、その雫をこうずっと見ながら考えるっていうのは、その当時僕のアイデアを出す方法だったの で、その雫がパチッておでこに当たった時に、日本でその格闘ゲーム、アクションゲームがすごく流行っていた、ストリートファイターとで流行っていたので、自分は刀をモチーフにして、とにかくこう人が本当に殺し合う恐怖があって楽しいものを作ろうと思ったのは、お風呂の中で思いつきました。コンセプトは本当に真剣に戦うことをテーマにしていて、すごくこううまくできなかったんだけど、人と人がこう殺し合おうとって向かい合った時って、本当はもっと真剣に、例えば離れているのに刀を構えることはないんですよ。近づいた時に切る時に真剣に考え始めるので、でも格闘ゲームとかって離れていても近づいてもポーズが一緒じゃないですか。この距離にいてもこの距離にいてもポーズが一緒なので、本当は離れている時はこうして、近づいたらこうするみたいなことを、もっと真剣にこの剣を使って殺し合うっていうことをテーマにして作ろうって思ったのが、最初ですね。映画でその影響を受けたものは、すごく僕自身が少しこう悲しいお話が好きで、ただただ明るいだけじゃなくてね、明るいんだけど少し悲しいようなお話がすごく好きなので、エンターテインメント、すごくこう戦争で爽快だったり、ヒーローが大活躍するような映画よりも、まあ最近ので言うとやっぱりバットマンとかダークナイトとか、ああいう空気を持った暗い作品にすごく影響をされました。具体的にはサムライスピリッツの中でも演出で影響を受けたのはシザーハンズとか、ティム・バートンの映画なんかはすごくやっぱり影響を受けましたね。キャラクターはすごく楽しいし、美しいけれど、どこかこう悲しいみたいなところはすごく影響を受けました。そうですね、右京なんかはそうだし、すごくこう男前で
ヒーローのようなキャラクターには少し悲しい物語を与えたくなったし、逆にその原案のようなモンスターに見えるものは温かい家族をこう与えたくなるような、こうなんていうかな、映画ってやっぱりよくできた映画って常に光と影の部分とか、醜いものがダメ、男前がいいじゃなくて、男前だけど悲しみがあって、醜いく見えるんだけど実はすごくこう心が温かかったり豊かでっていう、そういうのがしっかり描きられてる映画がやっぱりすごくいいと思うし、僕も好きなので、キャラクターには割と常にこう二面性をつけるようにしたのはやっぱりその時見ていった好きだった映画の影響はすごくあると思います。ベルトスクロール、サムライスピリッツの前の企画、ベルトスクロールのモンスターが主人公の企画は、企画書が100枚ぐらいの企画書があって、キャラクターデザインが、キャラクターが多分10体ぐらいのキャラクターデザインも与えられて、ミイラ男とかジェイソンのようなキャラクターとか、ゲアのようなモンスターとか、プレデターのようなモンスターとかっていうのが10体ぐらいデザインされたところなんで、多分3ヶ月ぐらいのところでサムライスピリッツにチェンジしたと思います。僕の中ではモンスターもサムライスピリッツの登場人物も実はあまりその変わらないというか、さっきお話したように見た目が怖い悪いけど、それぞれ一生懸命必死でこう生きて頑張ってるキャラクターたち、見た目がモンスター、あまり自分の中ではキャラクターという点ではサムライスピリッツもその前のモンスターのゲームも変わらない感じですね。でベルトスクロールがああいう形のその1対1の対戦ゲームに変わったのは、むしろすごく作りやすくなった、フィールドが限定された中で精一杯のことをすればいいし、僕たち日本人はやっぱりその箱庭の中で何かをするっていうのはすごく得意なので、むしろすごく広い世界で何かするっていうのはあまり日本人は基本そんなに得意じゃない、島の中なので、ああいう狭い世界の中になったのはすごく考えやすくなったと思います。やっぱりイギリスもそうかもしれないけど、周りが海で限られたその土地の中でものを工夫をしなかったといけなかったので、もしかすると鎖国とかっていう外とシャットダウンした世界の中で、すごく集中したせいもあるかもしれないけど、一番はやっぱり周りを海に囲まれてる中でのがすごく多分日本人が得意になったんだろうなっていう感じですね。だからすごい楽しかったよ、狭い、今もそうだけどすごい制限のある中で自由にするのはすごい好きで、ルールを破る楽しみがあるというか、自由にしろって言われると何でもできるとあんまり面白くなくて、むしろ制限された方がなんかこういたずら心というか、どうやって裏を書いてあげようみたいなの、時も一作目は画面がこう拡大縮小をして狭いんだけど空中戦ができるようにしようと思ったのも、他の対戦格闘ゲームが限られた世界の中で戦っていたので、僕は限られた世界なんだけど忍者が飛び回って鷹が飛び回るような世界をやろうっていう風な発想が出たのは、ベルトスクロールから制限された世界の中でやる、これはもう会社からこうしろって言われたのがむしろすごいありがたかった、楽ちんだった。チームの中に、剣道とかフェンシングとかする人間はいませんでした。なので、チームの中に忍者もいなかったし、チームの中にモンスターもいなかったから、一生懸命モンスターのこと忍者のことを、調べて、フェンシングのことも剣道のことも調べて作りました。勉強、わからないことを勉強したのは、図書館に通って、インターネットがなかったので図書館に通ってとにかく、朝から晩まで本を調べて勉強しました。ゲームバランス、サムライスピリッツのゲームバランスは、すごく難しかったんだけど、
答えから言うと最後までゲームバランスはきちっとは取れなかった。やっぱりバランスが悪いゲームになったし、特に1、2、3まではゲームバランスがすごく悪かったのは、まあ、結果としてはすごくそれがそのファンがねポジティブで、そのバランスの悪いのも楽しんでくれるようになったから僕たちはすごいファンに助けられたけど、あのゲームバランスは最後まで取れなかった。で取るのはとにかく長い時間をかけて、すごく長い時間をかけて調整をしたのが、コツコツやったって感じです、はい、でも最後までは取れなかったけどやっぱり。あの SNK の隣にビルの隣に開発の隣にネオジョランドがあって、それはあの僕たち開発陣にとってはすごくこう意識する、作ったものがすぐそこで遊んでもらえる人がいるっていうので常に意識はする場所でしたが、僕は全く気にしてなかった。その当時の僕はあの今はすごくいいやつなんだけど昔はひどいやつだったので、とにかく自分がこれが面白い、これで遊んでくれっていうのを本当にあのポリシーというか思い込みというかわがままというかそういう思いを持ってやってたので僕自身は影響はされなかったです。ただし SNK の開発いろいろなチームは多分すごく影響されたと思います。ロケーションテストは、もちろんあの毎回どのタイトルもやりました。でロケーションテストの結果はすごくこうインカムだけではなくて、どのプレイヤーがどういう風に強すぎるとか、このキャラクターが弱すぎるとか、あそこにこのコンボが無限のコンボがあるとかバグとかっていうのはすごく細かく上がってくるので、細かくはすごく参考にはしました。一つ一つ参考したけど、さっきお話したようにその全体のゲームバランスとかデザインとかっていうところは決して良くなかったんだけど、僕はもうとにかくこれが正解だからこれで遊んでくれっていう感じであんまり気にしなかったですね。僕自身はね、決して褒められることではないけどごめんなさい。サムライスピリッツがその海外で日本以外の国で人気をがあるんだって分かったのはやっぱりロケーションテストの数字を見た時にすごくあの驚いた。あの分からないかなと思って、そのあの面白さとかキャラクターがすごく、まあ、日本人的なそのアニメーションとかのイメージで作っていたので分からないかなと思っていたのがすごく受け入れられたのはロケーションテストの数字を見た時ですね。ただやっぱりね、インターネットがなかったからほんの伝わってこないんだよ僕らに。あの向こうで人気あるっていうのを聞くんだけど、売れてるよとか営業から売れてるよって聞くんだけど今一つピンとこないんだけど、昔ラスベガスでショーをしてた時にその視察に行った時にね、向こうの人たちから直接サムライスピリッツすごく商談すごく面白いよと言ってもらった時に初めてこう心で分かった感じです。でその後、タイトルにどう影響、開発に影響したかっていうと、海外で人気あることが僕たちの開発に影響したかっていうと、やっぱりごめんなさい、僕はあまり気にせずに自分がこれが楽しいんだと思うのを作っていましたね。だから僕のすごくね、あの こういうものづくりのこう姿勢というか考え方がやっぱりあのキングオブファイターズはすごくこうなんていうかこう安定してるというか、ね、シリーズがこうしっかりこう続いているけど、サムライスピリッツはどうしても僕はこんな感じなんで、すごく一作品一作品がこう、よく言えばバリエーションがある、つながりが多くつながらないというか、その時自分がこうだと思うことを一生懸命やっていたので割とそのまま現れた感じですね。サムライスピリッツがヒットしたことで MVS の、与えた影響、業務用のゲームの開発とかセールスに与えた影響っていうのは SNK の中でやっぱり一つ あったのは、対戦格闘っていうのはこういうルールなんだとか遊び方なんだっていう、こう
みんなの思い込みをすごくこうなくすことができて、いろいろ まあ、すごく、カジュアルな言い方をすると何してもいいんだって言って、どんな楽しいことをしたっていいんだって多分、開発全体には伝えることができたんじゃないかなと。だからすごくクリエイターとしてはすごくこうみんなサムライスピリッツだけじゃないけど、サムライスピリッツもみんなの中で自由になるきっかけ、あのヒットが勇気をもらったっていうのはすごく影響あったんだろうと思います。で、MVS っていうか、僕は後からゲーム業界の仲間から、クリエイター仲間から3人ぐらいこうクレームっていうか愚痴っていうか笑い話で言われたのは、その時サムライスピリッツが、お前が作ったサムライスピリッツがすごくヒットしたので、自分が作っていた企画が社内でボツになったっていうのはすごくたくさん聞きました。だから結果として、もしサムライスピリッツがヒットしていなければ、その時彼らが立てていたゲームが世の中に出てたから、また違うあれこうゲームの、ヒットが出てたかもしれないのは、こうサムライスピリッツがヒットしたことでボツになったゲームが多分たくさんあるので、迷惑がかけたかもしれないですね。みんなやっぱり一生懸命ゲームクリエイターも考えてるんで、その時殴るだけじゃなくて、例えば柔道みたいなゲームとか、もしかすると武器を持って戦うゲームとかっていうのを他のメーカーでも作っていたので、そこにサムライスピリッツが出てヒットしてくれたので、もうこれはやめようってなったみたいで、3タイトルぐらいは聞きましたけど。サムライスピリッツの中のキャラクターたちが使う言葉がすごくこう違う、昔の言葉を使ったり現代の言葉を使ったり、ちょっと特徴のある方言というかを使ったりしていたのは、一番の理由はあれをファンタジーだと思って作っていたので、僕たちがシリアスな時代劇とか侍の剣劇を作ってるっていうふうに思っていない、もともとがモンスターのゲームでファンタジーなので、ファンタジーの世界の中だから、何でも楽しいもの、その時にキャラクターの魅力が出るものっていうのを選んでいたから、いろんな言葉を使ったり、いろんな文化が入っていたり、まあパロディも含めてたくさん入っていたのはそんな理由ですね。あの時代、日本が鎖国していた時代を舞台に作った理由は、やっぱりファンタジーのその世界を、でもやっぱりリアリティをつけたい、本当に嘘じゃないよっていうところで面白くしたかったので、そこでやっぱり実在した登場人物で天草四郎時貞というキャラクターをボスにした時点で、自動的にあの時代に設定されたっていう形ですね。なので天草四郎時貞がボスだったからっていうのが、あの時代に設定した理由です。サムライスピリッツの中で、そのいろんなその登場人物たち一人一人の主人公にこう物語があって、それをすごく細かくこう設定していたのは、これはその都度その時僕が常にチームの中にお話してたことですけど、登場人物全てにが主人公、それぞれの人生において、例えば主人公がホーマルですってやって、他のキャラクターたち原案とか右京とかっていうのがサブキャラクターではなくて、彼らには彼らの人生があって、彼らには彼らの正義があって、それはボスの方にも天草四郎にも後ろを走っていた飛脚にも黒子にも全部人生があって、だから当然彼らは彼らの物語がある。でそれがしっかり作られているから世界全体が面白くなるので、主人公だけしっかり作って他のキャラクターを適当に作ったり、こう矛盾ある行動を取ったりすると世界が崩れてしまうので、一人一人にしっかり設定を作ったっていうのが理由ですね。サムライスピリッツのシリーズがこうどんどん進むにつれて、そのゲームのスピード、入力してからの速度とか、敵の、CPU のキャラクターの動く速度とかレスポンスっていうのがすごく速くなっていったのは、まず格闘ゲーム業アクション
対戦格闘アクションっていうそのあの時すごく流行っていたジャンル全体がスピードアップしていた。ストリートファイターもそうだし SNK の中の全体も速度アップしてたのがあの一番の理由ですね。全体が速くなってた。ユーザーがどんどんこう上手くなってレベルが上がってプレイスキルが上がっていくのでゆっくりのものがすごくこう物足りないっていう感じにマーケットがなっていたのが一番の理由でしょうね。速度の速い技はこう攻撃力が小さくてやっぱり攻撃力の大きいのはそれなりに覚悟を持ってあのその代わり相手が当たったら死ぬけど自分もそこで死ぬかもしれないっていうのはすごくやっぱり気をつけて調整したところなのでそれは合ってます。サムライスピリッツを開発してた時にこうバグとかなんか特によく質問されるんです。面白いバグなかったですかとか開発時に面白い話なかったですかって聞かれてサムライスピリッツだけじゃなくて多分ストリートファイターもバシュファイターも面白い話はいっぱいあるんだけどみんな同じこと言う。これはとてもじゃないけどインタビューで答えられないような話が多いんだってなるんで僕も多分そういう話をすると思うんだけど、まあ、さっきどんな話バグ面白なかったって開発のメンバーに聞いて、彼らと思い出したのはサムライスピリッツの3の開発の時に初めてこう相手をもっと怖くしようと思ってこう剣の切り合いを相手をこう切るっていう、 こう例えば手が当たると手が切れるとか体が切れるっていうのを入れてみようと思ってテストで作ったんですね。実際にロボの中にプログラムの中に入ってますけど1回目のテストの時に確かナコルルが右京を切ったと思うんですけどね切ったらテストなんで右京の首がすごい勢いで画面の中をこう跳ね回って転げ回ってねもうこう画面がこうあったら右京の首がこう画面の中跳ねながら転げ回って飛んであの時はねいやすごい怖いんだけどあまりのことにもうチームがすごい盛り上がって僕の悩みはこのまま行こうかどうしようかってこのままの方が面白いんじゃないかっていうみたいなことはあのバグとしてはありましたね。あとあのバグまあ開発していて面白い話っていうのはあのここからもう使えない話なんでしょうけどやっぱりいろんなあのSNK の中の人間関係やっぱチームで作ってるんでねあのチームのこう人間関係がゲームにこう投影されるというか反映されるんです。であのサムライスピリッツ1の時はすごく分かりやすかったんですけど担当がキャラクターごとに担当が分かれるんですね。で僕はゲームのプランナーでディレクターでプロデューサーだったけど1の時3キャラクターぐらい担当してたんです僕が。でプランナーが4人ぐらいいたんでそれぞれ3キャラクターぐらいを担当してチューニングをする自分のキャラクターを持ってるわけです。で僕があの使って担当していた、キャラクターは強すぎると要は僕が一番リーダーだったんで僕の役で持ったやつが全部強くなると例えばシャルロットが強かったりとか右京が強かったりみたいなのは大体その時の明日紹介しますけど、チームの中で僕と福井と富田っていう3人のプランナーが強いもの権力こうなんていうの意志が強いもん順というと僕福井富田の順番富田君優しいんでだから富田君の持ってるキャラクター優しいからあのまあ言うと弱い僕の持ってたのは強いから大体サムライスピリッツの 1,2,3 ぐらいでこのキャラクターは強すぎてバランス悪いってクレーム来るのは僕が担当してたキャラクターがあの原因ですね。すいません僕のせいです。ネオジオというプラットフォームでサムライスピリッツのシリーズを開発してきた時と今もうゲームの開発をしているやっぱり大きく違うなと思うのは、2つかな。一つはマーケティングという概念が昔はほとんどなかったのでとにかく自分たちが面白いと思ったことは、思いついたらすぐ実行していた。キャラクターを鷹に捕まらせて空を飛べれば楽しいんじゃないか鳥に捕まって空飛べたら楽しいよね
じゃあ捕まらそうみたいな、はい、とか、うん、格闘ゲームの中なんだけど犬が一緒についていきに来てくれて、そのと犬と一緒に冒険できた、面白いよね、じゃあ犬出そうみたいなことはすぐやれていたので、それはいいことにも悪いことにも多分出てたと思います。でもすごい自由だったんで、本当にこう伸び伸び、いい意味で伸び伸びしてできていた。ただしまあやっぱりマーケティングの概念がないから、本当の意味でそのユーザーの声っていうのがなかなか僕たちが反映することっていうのはできなかったんで、それがこうゲームバランスとかデザインとかでもしかするとユーザーをがっかりさせることもきっとあったと思う。すごい伸び伸びできてた、マーケティング の概念のことで。もう一つがやっぱりインターネットがなかった。日本にいて開発をしているとアメリカのこと、イタリアのこと、メキシコのこと全然わからない。わからないから本当にそういう意味で何も怖がらずに、これを作ったらアメリカの人たちが面白くなく思うんじゃないかとか、イタリアの、まあ、先のマーケティングの話とはちょっと違うんだけど、とにかく情報のない中で集中していたので、そういう意味で言うと先お話したこう限られた環境の中ですごく集中できてたっていうのは、今はやっぱりインターネットがあるおかげでマーケティングも個人でできるし、情報もすぐねキャッチできる代わりに、なんというかその自分らしさを保ってやるっていうのがすごく難しい。ノイズもいっぱい入ってくるので、何か一つことを集中的にやりやすかったのは昔だし、バランスよくいろんな声に耳を傾けながらやれるのは今なので、あの当時のように本当にこういう形で褒め言葉としてはバランス悪いことをするのは今すごく難しいというか、まあほとんど不可能だなっていうのはすごく感じますね。今の時代になってやっぱりあの当時を振り返って、あの時僕たちがゲームクリエイターが本当にこう集中してやれてた時代、よくわからないまま集中してた時代がすごく面白くて素敵でだった時代って分かったのはやっぱり終わってから。その当時はもうそんなことも本当に分からないまま走ってたから、後からしみじみ分かって、じゃああの時代に戻りたいかって言われると戻りたくはないと。やっぱりバランス悪かったし、いろんな人を犠牲にしながら、いろんなものを犠牲にしながら、家に帰らない奥さん泣かせたり、彼女とデートの約束して行かないとか、いろんなものを犠牲にしながら集中してたから、戻りたいかっつって戻りたくはないよね。サムライスピリッツの中でこう好きなキャラクター、これもよく聞かれるんですよ。どのキャラクターがすごく好きでしたかって聞かれて、やっぱりいつもうーんってすぐに答えれない、難しいので。でとってもつまらないけどみんな好きなんですけど、まあ、本当にプロデューサーであるとかであったとかディレクターであったとかもそういうの全く置いといて、私やすし個人ですごく惹かれるのは、首切りバサラというやっぱりモンスター的なキャラクターがすごく好きですね。僕自身がすごくやっぱり人の業とかこう暗闇の部分にすごく惹かれるので、あのキャラクターは設定している時からとにかく人の苦しみを全て詰め込んだキャラクターにしようと思って、こう血の涙を流しながらこう狂ったような声を出しながらいつも生きていってるっていう設定をとにかく凝縮したっていう意味で首切りバサラ、どれか一つ一人って言われると首切りバサラがキャラクターとして惹かれるっていう感じです。それは今もあんまり変わらず好きですね、ああいうタイプは。で背景はこれはすごくエンターテインメントも好きなので、木場上源十郎のステージで後ろがすすきで、月があって夕焼けでって、あのステージは、すごい分かりやすい素敵な美しい景色で、僕が日本の奈良県の生まれなんだけど、奈良県にあの景色があるんですよ、僕の生まれ育ったところに。でそこの景色もイメージにあったし、花札のデザインを背景のグラフィッカーに渡してこれをそのままステージにしてくれって言ったのもすごくこう自分の中でインスピレーションとして良かったと思うので、木場上源次郎のステージは好きです。井の脅しなつか、
サムライスピリッツで、最初は背景のデザイナーで、参加をしまして、でその後、企画で、最後は、ディレクションもさせてもらいました。福井と言います。サムライスピリッツでは、基本、ずっとプランナーをずっとやってました。富田です。よろしくお願いします。1本目勝負。当時は今みたいなのコンピューターでフォトショップで絵を描いてっていうそんな便利なものはなかったので、みんな紙に鉛筆でもうラフキャラクターでも背景でも、ラフを描いて、でこれはダメだもっとこうだだっていうのをもうすごい枚数紙に描いて、でデザインがある程度固まってきたら、次はそのドットで、実際のゲームキャラクターとして、ドットで、絵を描いて、でそれで最終的に、クオリティアップを、詰めていって、で完成っていう、まあ、流れで言うとそんな感じでした。アクションの、デザイナーに対する、指示というか、こういう絵を描いてくれっていうのは、プランナーが、もう簡単な絵を描きます。例えばこう切るなら、そういう絵を、描いて、大体決めポーズの絵を描いて、で、ここからこういうふうに刀を振ります、で戻るときはこう戻りますっていうような、簡単な指示書を書いて、デザイナーさんに、でデザイナーさんがそれを見て、ドット絵で、で、大体攻撃なら、何フレーム 秒数みたいながある程度、決まっているので、もうそれをイメージしながらデザイナーが、中割りっていう絵を描いていって、で最終的にアニメーションにした上で、今度は企画が、本当にゲームで使うスピードに、調整をかけていくっていう流れ で、まあ、プランナーがもちろん絵が描ける人ではない人もたくさんいたので、プランナーがその技を決めるとき、どんな技がいいかなみたいなのはよく開発の部屋の端っこの方にこの棒を持ってこう棒を振りながら、プランナーがこうあっちこっちで棒を振り回してるっていうのがもう開発の最初の頃はよくある絵で、で僕なんかは置き場上源十郎の、動作攻撃とかアクション僕設定したんですけど、で、まあ、僕空手やってたんですね。なので木場上源十郎の刀がなくなった時、素手の時は、もう完全に僕の空手のキックであったりとかパンチっていうのは、僕の空手の技をこう書いて、これって言って、でデザイナーが書いた時に、いや違う、もっとこう突きはこうだみたいなのを、僕みたいな人間はデザイナーの前でこうやりながらやったり、でもうデザイナーのセンスだけでかっこいいものになればもうそれで OK だしみたいな、もうそんなのをずっとこうやり取りしながら、はい、そんな感じでやってました。源十郎って新サムライスピリッツで、初登場で、新キャラクターなんで、本当はすごく使いやすい強いキャラクターにしないとダメだったんですけど、僕ちょっとへそ曲がりでもう誰が使っても強いキャラクターは僕作りたくなかった。でだから木場上源十郎はすごく玄人マニアックな、普通に使ってるとちょっと弱いけど、使い方が分かった人が使うと強いっていう風な攻撃、僕必殺技もそうですけど設定したので、一本でも使いやすいキャラって
いなかったよ。ハオマルは使わない。いや、ハオマルじゃなくて新キャラ。あ、新キャラ、うん、ニコチンとかもすごい特殊やったから確かにね、うん、新しい入ったキャラはほとんど、そうそう、だからハオマルが彼、富田くんが担当してて、でハオマルすごい、まあ、ベーシックに使いやすい。なんで、あのハオマルの例えば古月山って、あの空中から飛んでくる敵に対して古月山って技出せば、まあ、確実にも返せるんですけど、幻獣の場合あのこうある同じような、技あるんですけど、攻撃陣っていうのが、ただ攻撃陣は技を出すときに自分幻獣郎の頭を先にこう前に出すんで、頭をバスーって切られるんですよね。だからその古月山と攻撃陣は同じような技なんですけど、実は使い方が同じように使ってると幻獣郎は弱いっていうので、だから幻獣郎使う人は上手い人じゃないと強くないんですよ。プレイヤーのフィードバックについてですけど、大きく、2つあるかなと。で1つが、実際プレイヤーがプレイしているところを僕たちが見て、で、その使ってるのを見ながら、あ、こういう使い方をしてるんだ、あ、これは弱いんだとかこれは強いんだっていうのを僕たちが見て、次の、例えばサムライスピリッツの見て、次の新サムライスピリッツでそれをフィードバックで反映させたりっていうのと、もう一つが、まあ、サムライスピリッツを出した後、そのプレイヤーユーザーさんからなんか企画書とか送られてきたりね、はい、特に募集も何もしてないんですけど、あのファンがね、次はこんなサムライスピリッツを作ってくれみたいな、なんか企画書とかそういうものがなんかたくさん来たんよね。たくさん割と来ましたね。しっかりしてました使用書になってましたねキャラの設定も入って、だからもうその中には、本当にキャラクターだけ書いてるものもあれば、もう本当に企画書みたいなすごく分厚いものもあったりして、ね、それをまあスタッフはあのファンレターみたいなものも合わせてこう読んだりしてましたけど、でトミちゃんもなんか参考にしたの？いやどうですかねなんかパクったまあ、分かんないですちょっとノーコメント、まあ、ただあのやっぱり、ファンからの、このキャラクターはもっとこうしてほしいとかっていう中 で僕たちが作る時に、こうしたいっていう思い と、一致するものっていうのは、あのよりインスパイアを受けて、あ、それならもっとこうしたらどうだとかっていうものはやっぱりあったと思います。まあ、あの 僕は基本的にさっきも言ったようにへそ曲がりだったので、ユーザーが望むっていうよりも、僕はどっちかというとユーザーがプレイしてる姿を見て、あ、じゃあこうしよう、強すぎるな、じゃあここを弱くしてやろうとか、あ、弱すぎるからここは次は強くしてやろうっていうような、フィードバックの仕方でした。なので、まあ、さっきの騎馬神源次郎の攻撃陣で頭さっき突き出すんで切られますっていうのも、あのサムライスピリッツの覇王丸の、古月山、なんで空中で覇王丸に対して空中でジャンプして切りかかる人間には古月山で撃退するっていうのばっかり、覇王丸強いっていうのを見てて、こんなん次は絶対面白くないからもっと考えて使えるキャラにしてやれっていうので、騎馬神源次郎ができたのが、騎馬神源次郎っていうのは僕の中の、サムライスピリッツの覇王丸のプレイしているユーザーの姿をフィードバックを受けて作ったキャラです。バランスは取れてないと思いますね、サムライスピリッツは。っていうのは、あの最初やっぱり武器を持っているので、まあ、格闘ゲームにおいてやっぱりガードと攻撃で、やっぱりストリートファイター2っていうのがすごくヒットして、
で僕たちも当然ストリートファイター2に負けないようにで勉強して、でそこで最初サムライスピリッツも、攻撃をガードされた時は普通こうカキーンとこう抜けてたんですね。 でもある時にその刀で攻撃してガードされてるのに、いわゆる日本のチャンバラ時代劇っていうと、もうつばぜり合いとかそのカンカンカンっていうそういう感覚をもっといるんじゃないのみたいなやっぱ意見が出てまして、で、じゃあこう攻撃した時にチャリンって抜けるんじゃなくて、こうガードされたらこうガンと弾かれるっていうそういうアクションを入れたんですね。ちょっと細かい話になりますけど、普通の格闘ゲームでそのガードされてもガードされなくてもこういうパンチなら出して引っ込めてっていうで、出した後引っ込めるがもう隙になるじゃないですか。でも侍の場合はガードされるとその弾かれるっていう、アクションに切り替わるので、そので空振りした時はこう来てこう帰る、ガードされたらこうなるみたいな。なので普通のいわゆる素手の格闘ゲームとはやっぱりバランスの取り方が、違うものになったんですよ。でなのでそこはもうストリートファイター2見ても、答えなんかないので、もう僕らの方で試行錯誤もうひたすらこうもうプレイを繰り返して、やっぱり隙この弾かれた時の隙は 0. 何秒だとかっていうのを僕らなりに、答えを出して、作り上げたんですけど、ただ何やろバランスを取ろうとかっていうよりも面白いゲームを作ろうっていう意識の方が高くて、だからハオマルが怒りマックスってなった時の大切りでライフゲージがボーンと減るっていうのも、普通のバランスを取ろうって思って作ってたら多分あれはアウト NG だと思うんですけど、まあやっぱり、まあ、足立が当時やっぱりディレクターでそのバランスを取るっていう感覚よりもいかに爽快感気持ちいいか面白いかみたいなのを、優先しようってしてた。で僕らもそう思ってたんで、だからバランスを取ろうと思って作ってないっていうのが、はい、でもあれですよ、調整してたけど割とサムライの時は時間があったので、うん、AI 対戦をずっとしてる、ダイアグラムを作って、うん、AI で対戦して、でその AI の対戦の強さを見ながら、うん、調整とか結構してたと思うんですよ、うん、まあそれもやってたけど、そうですね、むちゃくちゃではないとは思うんですけどね、はい、でもその緻密なバランスっていう感覚ではなかったと思います。じゃあ怒りゲージはどうして生まれたかっていうお話なんですけど、当時僕たちはさっきもお話したようにストリートファイター2っていうのをすごく、勉強するために開発のルームにゲーム機を置いて、誰でも遊べるようにしてたんですけど、でそこで開発のスタッフ同士で、対戦をするんですね。ただその時に、当時ストリートファイター2もやっぱりバランスっていうところでは、まあ、バランスが取れてないような、まあ、バグに近い仕組みやったかもしれないんですけど、いわゆる、一般的なゲームセンターでは、禁じ手っていうかこの技は禁止っていう、ルールもねあったりしたんですけど、で僕たちはもうそういうの一切なし、もう何をしてもいい、勝てばいいっていう、プレイスタイルで対戦やってたんですよ。で僕と足立が、まあ、たまたまちょっと研究するために対戦をしたんですけど、そこでいわゆるゲームセンターでは禁じ手と言われてた小足払いっていう、しゃがんで小足払い連打で、相手をピヨピヨと気絶させて、で起き上がってきたところにもうまた小足連打をしてピヨピヨさせてっていう、要はそれが決まれば、相手のライフがゼロになるまで、続けれるっていう
技があるんですけど、僕がそれをやったんです、足立に対して。だその間もう足立は何もできないわけですよ。もうずっと自分のキャラクターは気絶して起き上がったらまた気絶してっていうのを繰り返すんで、で足立がその時にこうもうプレイしてもキャラ動かせないんで、こう腕を組んで、お前ええ加減にせえと。で僕は何がです、何でもありですよねって言って最後までそれで KO で、まあ、足立に勝ったわけなんですけど、その後足立がものすごく怒って、で自分の部屋に席に戻ったんです。で席に戻ってこうしばらくものすごい怖い顔をして、僕の方にらんでうーっとして、で何かな怒られんのかなと思ってたら、怒りゲージやーって叫び出してですねこの怒りをゲームの仕組みに入れるために怒りゲージが必要だと。でそこで、生まれたのが怒りゲージなんですよ。まあ、なので怒りゲージっていうものを、思いついて作ったのはもちろん足立なんですけど、その怒りゲージを生み出させたのは僕っていう僕がいなかったら怒りゲージは生まれなかったと言っても過言ではないと。はい、よね。そうですね、僕言われへん。まあサムライスピリッツから新サムライスピリッツになった時に、基本的にはサムライスピリッツのデザインをそのまま、まあ、バージョンアップをするような感じではしてたんですけど、まあ、僕の中で、サムライスピリッツから新サムライスピリッツで大きく変わったっていうところは、やっぱりワンフーの武器、包丁、大きい刀から、石柱に持ち替えたんですけど、なんでワンフーだけっていうのは、あったんですけど、あれは当時ワンフーっていうのはああいう肉切り大包丁ではなく、仏像の頭、石像のね頭を持ってそれで攻撃するっていう設定だったんですね。でもまあちょっとあまりにもそれはやっぱりダメだと、いうのがありまして、で、じゃあそのやっぱり刀にしようかと。で刀にサムライスピリットで刀になったんですけど、でどうしてもやっぱりその刀じゃなくその石で殴りたいっていう思いがすごく強くて、でじゃあ仏像の頭はダメだけど石柱ならいいだろうというので、包丁からワンフーはなぜか石柱に、これはもう開発がやりたかったからで、まあっていうのが一番強かったんですけど、特にユーザーからフィードバックを受けてっていうのもなく、こうしたかったからっていうので、あれは変わったんですけど。2から3、新サムライスピリッツからザンクローム双剣で、変化したことですよね。でここは、僕たちの中でもすごく変化したと思ってます。グラフィック、まあ、キャラクターのもデザインも、全て変わったと思うんですけど、で、まあ、一つはやっぱり時代、時間もだって、でネオジオ最初は100メガショックって、言って容量も、まあ、100メガ使えるんだっていうのは当時にするとすごくビッグなサイズだったんですけど、まあ、そのザンクローム双剣が出る頃になるとやっぱり他社メーカーさんも、どんどん基板の性能が上がって、もう100メガなんか当たり前で、もっと200メガ300メガっていうような時代に移っていった時に、やっぱりサムライスピリッツも、クオリティをやっぱり一つ上げたい、じゃあ今までのグラフィックリソースをそのまま使う流用するっていうよりはもう
もう一個生まれ変わってサムライスピリットを作り直すんだっていうようなシステムから何から、そういう気持ちはあったような覚えがあります、はい、なのでもうデザインも、よりリアリティというかどういうんでしょうね、絵画的な浮世絵とか、そういう絵画的なタッチがより強調されるような方向に、デザインも全部シフトしていったような記憶があります。まあ、本当にユーザーの、まあ、年齢も確かに、上がっていってより、大人が、楽しめるというか、大人が見てもいいもの、クオリティが高いっていうふうにやっぱり、思わせていきたいっていうのはあったかなと思いますね。じゃあとサムライ、ザンクローブ創建から天草、その辺のシステムの変更っていうのは、まあ一つはその時に多分 SLK でも、まあ、KOF とかが出て、で多分巷でわりかしその連続コンボっていうのが結構流行ってて、でそれに合わせてサムライも、連続斬りっていうのが新しく入ったりとか、無双剣の時から引き継いだの一線っていう一発で倒せるような技っていうのが、入ったと思うんですよね。でその中でもやっぱり怒りゲージっていうのも3作目まで続いてたんで、4作目でそこをどうにかしないかなっていう話が出まして、そこでやっぱりさっき言ったの怒り爆発っていうのを入れて、さらに怒りの一つもう一つ目で爆発してしまうと、まあゲージはどうなんだろうみたいな話からもどんどん派生していって、最終的なあの怒り爆発的な、その怒り爆発っていうシステムで、あの一戦そこから連続コンボっていうのを、まあ、構築するっていう新しい、ちょっと、まあ、今までの侍の遊び方が変わったっていうところ、僕が、天草降臨の、スタッフからは、もう違うあのことをしてたんですけど、途中で天草の、途中の、ゲームをちょっとプレイした時に、それまではサムライスピリッツといえば、こう大斬りで相手を一気に体力を減らすっていうゲーム性のところから、連続攻撃コンビネーションを、どれだけ、つなげていくのか、数を増やすのかみたいな、ゲーム性に大きくシフト、してたのに驚いて、で、まあ、今考えると、当時、鉄拳であったりバーチャファイターであったり、格闘ゲームも 2D と 3D と、すごいあの幅広く、ゲームが、世の中に出てきて、で当然遊び方っていうのもどんどん変化をしていって、でその変化、その時の変化でいうと、そのコンビネーションで連続攻撃で相手を倒していくんだみたいな、その爽快感を、その一撃の爽快感っていうよりも連続攻撃を当てる爽快感っていうのがすごく主流になってた時代だったのかなと。でネットサムライスピリッツもまあそれに倣って、刀でいかに連続でコンボを決めていくのかみたいな、遊び方に大きくシフトしたのがその天草のタイトルだったかなと思いました。まあ、シュラと羅刹ができたのはどっちかというと富田君の方が、そうですね、とシュラと羅刹ができたのはもともとはサムライスピリッツで、あのナコルルの 2P の顔がちょっとこういかつくなってるっていうところから派生してるんですけど、まあ、そこからどんどんこう人格が分かれてきて、でそうです、分かれていって、でどんどんこう違う形になっていって、シュラと羅刹っていうのが出来上がったんですよね。当時その 1P、2P っていうところ色替えだけだったんですけど、なんかナコルルが、その紫のナコルルがちょっと目が鋭く、あのデザイナーがとか、まあ、結構足立ナコルル大好きだったので、ナコルルにすごい感情移入をしてて、でナコルルだけ 2P のナコルル、紫のナコルル、目がちょっときついナコルルっていう、違うキャラクター風な作りしてたんですよね。でそれが多分ユーザーさんもすごく喜んでたと。それがまあ人気がナコルルすごい人気が出て、でそこであのじゃあせっかくだから
違うキャラクターを作ろうよっていう流れになったんやな。そうですね、別の、まあ別の裏のキャラみたいな感じですよね。で、作っていこうとかなって、まあ最初はちょっと少し技が違うとか感じになって、どんどんまあタイトルをすぐに従ってもう完全に別キャラクター別タイプっていう風な形にまあ構築していった感じですね。でもあの最初のナコルルは確か足立さんじゃなくてメインデザイナーの中本さんが勝手にしました。しかもあの時ってその容量が少なかったのでネオジオでも、うん、その容量をみんなでこうデザイナーって取り合ってたんですよね。このアースクエイクだからこんだけ使えるとかなかったんで、それなのにあそこのバンクを開けたままずっと最後まで持ってて、最後にあれを差し替えたんですよみんなもうキャラがドットを打つのに足りないって言ってたのに、まあ、でもまあ、誰もそれダメだとも言わんかったよね。誰も言わなかったですね、まあ、変わってるなっていう、ずるいなって話なんですよねみんな他のキャラもやっぱりしたかったなみたいな話もありましてね。勝負は各you